皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、割と早く帰宅したんだけど、それからまた出かけます。何やらかんやら、ちょっと予定がまた今日も増えて。うん。だから午後はゆっくりできたんだけど、ちょっと一件また予定が入ってっていう感じで。ゆっくりできたんだけど、予定が入っての繰り返しかな。うん。金曜日がね、ちょっと一日、忙しくはないんだけど、まあ、予定がちょっと詰まってるかなっていう。じゃあ、してから8月になるけど、多分7月も8月も変わらんぐらい暑いよね。ただ、もっと暑くなる可能性があるっていうから、ちょっと気をつけなくちゃなと思って。9月の中旬になって少しずつ涼しくなるらしいけど、わからないよね。9月も暑かったらさ、なんか、めんどくさいよね。まあ、基本的に夏ってのは暑いもんだからな。しゃあないんだよ。まあ、秋とか冬とかになればね、冬は暑いってことはほぼないと思うけど、まあ、秋でもちょっとね、暖かいというか暑い日があるかもしれないから。ちょっとね。まあ、先のことはわからんけど、とりあえず、ここ数日がね、涼しい日であったり、あまり暑くならすぎたらいいかなと思います。それじゃあ、今日もありがとう。また明日もよろしく。